プロ野球歴代3位の通算567本塁打を記録し、南海、オリックスなどで活躍した門田博光氏が24日、死去したことが分かった。74歳だった。40歳で44本塁打のプロ野球記録をマークした左の大砲。44歳まで現役を続けて通算2566安打は歴代4位。本塁打王3度、打点王2度の輝かしい記録を残した。パワフルな打撃から、ポパイの愛称で親しまれた大打者が突然、天国へと旅立った。関係者によると、兵庫県内で療養中だった門田さんは、予定された治療に姿を見せず、自宅で倒れていたところを発見されたという。身長170センチとプロ野球選手としては小柄ながら王、野村に次ぐ歴代3位の通算567本塁打をマーク。中学、高校時代は本塁打を1本も打てなかったが、努力することに嘘はない、という心情のもと深夜の素振りなど地道な練習で打撃を磨き、3度の本塁打王、2度の打点王にも輝いた、不屈の精神で、野球道を極めた職人だった。社会人のクラレ岡山から1969年のドラフト2位で南海、現ソフトバンクに入団。王を参考に一歩なしだ方にしたプロ2年目に3番でレギュラーをつかみ、打率3割、31本塁打、120打点、打点王で初のベストナインに選出された。2年目から打率3割超えで頭角を現した。79年のキャンプ中にアキレス腱断裂に見舞われたが、翌年に自己最多の41本塁打、さらに81年に同44本塁打と体験をも、バネにした、不惑を迎えた88年には自身初の全試合出場、40歳の当時の世界記録、現在もプロ野球記録、で自己最多となる44本塁打、同最多125打点の2冠で史上最年長の MVP に輝いた、この年、ダイエーの球団買収に伴いオリックスへ移籍、その後、91年にダイエーでホークス復帰を果たし、44歳までプレーした。引退後は野球解説者や評論家を務めたが、現役時代から悩まされた持病の糖尿病や、5年末には脳梗塞で倒れたこともあり一度は、野球業から離れた。ただ闘病中の6年には野球殿堂入りの表彰式でステージに立ち、まずは体自身を健康に戻さないと、後進の指導には体力がいりますんでね、と宣言。言葉通りにボーマを克服し、09年には関西独立リーグ、大阪ホークスドリームの総監督に就任、11年には監督も務めた、門田博光、1948年2月26日、山口県小野田市、原産用小野田市、生まれ、奈良、天理高では3年夏に甲子園出場、社会人のクラレ岡山に進み、68年ドラフトでは阪急から12位指名を受けたが拒否。69年ドラフト2位で南海、現ソフトバンクに入団した。40歳シーズンの88年に本塁打、打点の2冠王と MVP に輝いた。88年オフにオリックスへ移籍。90年オフにダイエーへ移り92年に引退した。通算2571試合で2566安打の打率2割8分9厘、567本塁打。1678打点、本塁打王3回、打点王2回、6年に野球、殿堂入り、左投左打、パワフルな打撃から、ポパイの愛称で親しまれた大打者が、天国へと旅立った。関係者によると、身長170センチとプロ野球選手としては小柄ながら王、野村に次ぐ歴代3位の通算567本塁打をマーク。中学、高校時代は本塁打を1本も打てなかったが、努力することに嘘はないという心情のもと深夜の素振りなど地道な練習で打撃を磨き、3度の本塁打王、2度の打点王にも輝いた、不屈の精神で、野球道を極めた職人だった、社会人のクラレ岡山から1969年のドラフト2位で南海、現ソフトバンクに入団、王を参考に一歩なしだ方にしたプロ2年目に3番でレギュラーをつかみ、打率3割、31本塁打、120打点、打点王で初のベストナインに選出された。2年目からの5年で5度の3割超えと頭角を現した。ネットの声、私の最も好きなスラッガーが亡くなってしまった。門田選手を見始めたのは30代後半からでしたが、豪快な一本足に弾丸ライナーでスタンドに突き刺さるホームラン、見ていてこれほど見せられる選手はそうはいません。本当に素晴らしい選手でした。
昨年11月の村田町治市の火災による死去に続き、今度は門田さんが救出されるなんて本当に驚くばかりです。お二人とも選手生命の危機となる大怪我を乗り越えて見事な復活を果たした上で、40歳過ぎまでプレーしたパリーグを代表する選手であり、当時の中高年の方々に勇気を与えてくれた存在でした。お二人の対決は 1970.80 年代のパリーグの名勝負として語り継がれるものです。改めて門田さんには謹んでご冥福を祈るばかりです。DH 制のおかげで選手生命が伸び、不惑での活躍や名球会入りを果たした名選手だと思います。一度目のドラフトを拒否し、難解の上位指名を待ったのも、結果的には良かったですよね。心よりご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。